ザンクトヤコブパルクはスイスのバーゼルにあるサッカー専用競技場。収容人数はスイス国内最大のサッカー場である。FC バーゼルが本拠地として使用している。ザンクトヤコブスタジアムの跡地に建設され2001年に完成。スーパーリーグの FC バーゼルの本拠地として使用されている。UEFA ユーロ2008では開幕戦と 決勝トーナメントの準々決勝と準決勝などが行われた。試合の開催日には外観が FC バーゼルのチームカラーに発行する。スタンド部は客席の他に高齢者居住施設、一般人の利用可能な会員制フィットネスクラブなどが併設されており、グラウンドの下には地下3階建てのショッピングモールがある。旧スタジアムより女払いの相性を引き継いでいる。 正式名称に含まれる、ヤコブのバーゼル地方なまりが由来である。比較的、建設の新しいスタジアムであるが数度、改修が行われ、収容人数が変遷している。スタジアム開設当時の収容人数は33,433人で、あったが、UEFA ユーロ2008の開催のため42,000人収容に、拡張された後に、 現在の38,512人収容へと改修された。2016年には当地で UEFA ヨーロッパリーグの決勝が行われた。スイス連邦鉄道は2001年9月7日付で東急儀場の北側に臨時駅バーゼルザンクトヤコブバーゼルストリートジェイコブを開設している。この駅は バーゼル SBB 駅からバーゼル SBB 走車場に繋がる貨物線上に位置しているため、定期列車の臨時停車はなく、FC バーゼルの試合時などには、バーゼル SBB 駅から臨時列車上ライシャトルが運行されるほか、対戦相手の本拠地から直通する臨時列車が運行されることもある。ありがとうございます。